きげんよう。ただいまここはトリニティタワーの屋上に来ています。初めてストロングと会ったところだね。でここになんで来てるかっていうと、散歩でここまで来て、で景色を眺めていたら、なんとこの奥にボブルヘッド見つけて しまいました。これサムネ候補。よしサムネ候補です。よし撮ってみよう。すごい。接近攻撃のクリティカルダメージが 25% 上昇。これ撮った気もしなくもないけど、置いてあったのでOK。 じゃあ今回はこういうサブクエストはやらずに、このインスティチュートのニュートン、急にニュートン・オバーリーと話すっていうのが出てきたんだ。バイオサイエンス部門で何かが起きている。今すぐこの件についてオバーリーに教えてもらうことがある。何が起きたんだろうね。インスティチュートは裏切ってばっかりだけど、息子のショーンは私をインスティチュートの後継ぎにしようとしている。だけどインスティチュートはいろんな人の反感を買っているし、そのやり方に不満を持つ人は多い。こっちかな。武器はしまおう。自由を手に入れる。あ、そうだ、一日待って話そうっていうアンドロイドもいたね。全く忘れていたや。今の子かな。どうしたの？振る舞いだ。そうとしか言えない。どうしたんだ？ドクターヒックスとドクターローケンがファーザーの後継者にあなたが指名されたことに抗議することにしたんだ。だよね。サイエンスのセキュリティシステムのコントロール権を奪って食料供給を遮断した。おお。要求はあった。奴らは要求を出してきたか？まだだ。しかしインスティチュートと絶縁するように迫ってくるはずだ。説得してみよう。説得してみようと思う。力を貸せると思う。メンテナンストンネルを開こう。そこからバイオサイエンス観察室に行ける。そこならヒックスとローケンと話せる。OK。 説得できないようならこのホロテープを使うといい。観察室の端末の指揮機能にアクセスできる。そうすれば選択肢を増やせる。ただどうかまずは話し合ってくれ。暴力は最後の手段だ。了解了解了解。ここだ。ちょっと待ってくれ。さあ開いたぞ。どうやって開けた？ここをいじって開けたのか。では行こうか。この中立てこもってんだ。こっからしか行けないってこと？暴力は最終手段だ。敵を攻撃中。おっと、でもアンドロイドはいい？アンドロイドはいいってこと？基本センサー。撃ってくるものは撃ち返しますよ。何を取ろうかな。インスティチュートライフルを取ろう。取らないと後々、貧血になりそう。いる？誰かいる？やっぱインスティチュートは綺麗だね。強いなあこの銃。この辺も取られてるわ。過去に取っていました。おっと。OK。話し合おう。話をしよう。物音がしたと思ったんだ。衛兵を突破したんだな。褒めてやろう。話そう。ローレンス、我々に本意を促しに来たというなら時間の無駄だぞ。マシなやり方。気持ちは分かった。話し合えるか？話し合えないか。ファーザーは理事会に断りもなくお前を後継者に指名した。私がそのやり口を見習って何が悪い。
チャンスが欲しい。ファーザーは信じてくれている。せめてチャンスをくれないか。いや、あまりにリスクが大きすぎる。経験豊富で有能な指導者がいなければ、インスティチュートは混乱に陥る。何十年もの研究が危機に瀕するんだ。拉致が開かない。どうやら拉致が開かないようだ。ではもう話すことはないだろう。そうだな。制御室にいるのは誰だ。ファーザーの後継者だ。お前の鉄壁の防衛を突破したようだ。しかしここまで来れたとなると。落ち着くんだ。こうなる可能性は承知の上だ。それにこちらの優位は変わらん。暴力で解決するしかないのか。どこ行っても暴力だな。あ、ここ FEV 通っていけばいいのか。ここは前に通りました。あれ、行けないぞ。ん、違ったあれ、違ったようだ。ターミナル、何をすればいい。行き詰まりを解決する。セキュリティ機能にアクセスできるホロテープを受け取った。殺すしかないのかな。このセキュリティ機能にアクセスできるのはこれ、同じっぽいね。ホロテープの名前は何だろう。バイオサイエンスシステムアクセス。これをここに読み込ませれば、バイオサイエンス、全タレット停止、標本の解放開始。 Yes Yes。 お、急に何？あ、ゴリラ、ゴリラ来た。ゴリラ何もしてないのに何もしてないのに撃たれてる。で、もう一度読み込ませて開けよっか。ゴリラは有害なのかな。違う、これじゃないな。トムから違う。間違えたホロテープを読み込ませていました。ネットワークバイオサイエンスシステムアクセス。で、ドアの鍵を開ける。OK。ちょっとほとぼりが冷めるまで見守ってみる。わあ、ゴリラだ。なんでこっちに来る？存在を抹消しなければ。ゴリラ何もしてないね。あ、してる。何かしてた。開けてくるんかーい。しかも、あ、もげた。はーい、こうなります。私に逆らうとこうなります。ゴリラは敵か。せっかくの自然生物、人造ゴリラ肉。ゴリラは貴重じゃないか。こうして貴重な研究が失われていく。ゴリラ肉、ああ。で、ご主人はどこへ。あ、やられてら。ゴリラにやられちゃったのかな。セキュリティオーバーライドパスワード。これを見てショーンはどう思うか。イエローインスティチュート白衣もらってきます。ひどい。
それはそうなるよ、ショーンのやり方で。あんなに読めない。開けた？OK。説得しようとはしたんだ。カリスマが足りなかったらしい。正直あんまり。なんとも残念だ、ここでは暴力は好まれない。あなたの行為が過去を残すのではないかと懸念している。みんなを餓死させる。どうしろって言うんだ。みんなを餓死させればよかったのか。ご託を並べる気はない。ただ事態が穏便に解決できたらよかったのにと思っただけだ。水栽培室の片付けはやっておこう。葬儀の手配もしておかねばな。さてやることも多いし仕事にかかることにしよう。とりあえず事件が終わってみんなほっとしているに違いない。これしか解決方法はなかったのかな。さっきの説得は難易度は高くなかったけど、なぜか失敗してしまった。じゃあこれやろう。アンドロイドの脱出を助けるも。自由を手に入れるために戦うか、仲間に聞きました。どうだった？志願者の人数に驚きました。おそらく戦いが始まればさらに多くの仲間が加わるでしょう。しかし武器がなければ戦ってもすぐに殺されます。多くの人造人間がそうです。適切な素材があれば粗雑な道具は作れますが、実用的な武器は作れません。残念ながらいくつかの重要な材料が不足しています。武器はある。続けて。それで？インスティチュートは常に拡大しています。ある中断行動の掘削作業がちょうど完了しました。掘削の道具は箱の中に入れられそのまま置かれています。あの道具が手に入れば私たちの必要なものは全て揃います。ミスター・ビレーの手配によって掘削作業を行っているのは全員私の仲間です。ですが彼らは常に監視されています。衛兵を殺すことについてどう思いますか？誰が監視を？監視しているのは多くの初期型人造人間です。障害になりますか？必要なら殺す。必要なら殺すだろう。それ以外の方法が思いつきません。あなたが衛兵を片付けたら私たちは必需品を動かし後ろのトンネルを爆破します。SRB にとっては多くの人造人間を失う掘削現場での悲惨な事故。珍しいことですがない話ではありません。そうすれば私たちの死んだ友人が必要な武器を集めることができます。幸運を。ほう、事故に見せかけるってこと。やってみよっか。インスティチュートどんどん悪い方向に持ってってる気がする。この辺りで見かけていませんか？今日任務に来なかったし。あれ、こっちでよかったかな。今日実験体は苛立っている。食習慣を最近変えたことに対する反応なのかどうか。何の話だ。彼らの行動は毎日ハンデをしたように同じだ。実験体。あ、ここで乾燥してるの。じゃあいずれ君が。おお、すごい。そりゃまた意外かな。なる気はないが、私もなる気はないし、みんなも反感を抱いてるし、もうなんかここの内部はぐっちゃぐちゃだ。BOS に任せるしかないか。ショーンのやり方はわからんよ、もう。だけどもうやるしかないんだ。まずはアンドロイドを脱出させてみよう。でも初期型とその今のこの自由意志を持ってるやつらとどう
どう違いがあるのかわからないんだよね。グレネード使います。これしかないか。想像以上に強かった買えるものは全て持ち去るべきです。特に箱は。頑張ってください。この人たちの装備を私はまたインスティチュートで売ってリサイクルします。自分のやってることがいいことなのか悪いことなのか何もわからなくなってきた。後悔しないようにはしたいけど、この選択について。もうちょっと見てみる。ここで穴を掘ってるって言ってたから、もう結構もっと大きな効率の良さそうな機械で掘ってるのかと思ったけど、こうやってちょっとずつ掘って立てて進めていってるんだね。時間がありません。はい、立ち去ってください。わかりました。あなたのためです。じゃあ行きましょう。ショーンごめんよこんな父親で。さて報告して聞こよう。じきにトンネルは陥没する。クエンティンはバカ話をやめてくれたらいい。やってきたよ。あなたは役割を果たした。次は私たちの番です。すぐに武器の製造を開始します。問題は？何か問題が。警報は鳴っていません。仲間たちは必要なものを手に入れる時間が十分ある上、痕跡を残さず終わらせるでしょう。リアムは？リアムについては？リアムがターミナルを使えるようにしてくれました。必要になったら彼が操作してくれるでしょう。私がリアムを引き止めます。可能なら彼を避けるべきです。私たちの計画に彼が気づいたら報告される恐れがあります。リアムってパトリオットだっけ？スタートは順調だ。残っている最大の難題はこの秘密を SRB に知られないようにすることです。だから私たちは用心しています。そのため時間がかかります。今は指導者との仕事を続けてください。彼に疑いを持たれるわけにはいきません。仲間たちの準備が整ったら連絡します。本当にスパイだな。ファーザーへの協力を続ける。なんだろうこの複雑な気持ちは。物売ってこよう。ここで私の物資の利用が許可されていますよ。はい、ざっと見る時間はある。ここでたくさん過去に買い物したんだけど、その相手に多分3000キャップぐらい渡ったと思うんだけど、それがいつの間にかなくなっていたあ、何か買わなきゃ。血液パック、綺麗な水、あと弾薬、プラズマか。フュージョンセル、プラズマ、どうしよう。シンスアーマーマーク2、体力が低下するほどエネルギー耐性とダメージ耐性が最大35まで上昇。これ今持ってるやつと同じ効果だね。はあ、ただ防御力は低いみたい。シンスヘルメット、じゃあこれ以上売れないようなので、ちょっと戻しちゃいましょうか。
これがこれでうまく調整通動しながら、あー、こうしちゃった。うん。オッケー。よし。インスティチュートはこんな感じだ。で、ファーザーとの仕事を続けていけばまた進展があるよってことか。これをやらないといけない。じゃあこれをちょっと BOS にチクってきます。そうだな、それしかないの。ボストン空港、ボストン空港なのかな、プリドゥイン、プリドゥインかな、どっちかな。いやー、インスティチュートから直接行くともう速攻で BOS と敵対関係になってしまうって書いてあった。だからもしかすると BOS に教えてもそのまだまだインスティチュートにはバレないから今の関係を続けられそう。仕事くれた人も BOS の襲来は想定されているって言ってたからね。降りるんかーい。わかりづらいねここ。ちょうどブリドウィンとその下の基地の真ん中にピンが立ってたから。OK。誰に報告するんだ？わしのもんじゃい。よし。あのキャプテンかな。あ、メンテナンスの修理リスト。イングラム。どんどん長くなっていくわ。ねえイングラム。プロクター・イングラム。インスティチュートはベリリウム攪拌機と呼ばれるものをマスフュージョンの廃墟から手に入れさせたがっている。うん、ベリリウム攪拌機？そう、思い返せばそれに関する古い技術資料をかつて読んだことがあるけど、うん、その時は理論上の話だと思っただけだったわ。彼らが見つけるためにあなたを送るかどうかがかなり重要であるに違いないわ。いい？すぐにマスフュージョンに行けばインスティチュートより先にその装置を手に入れられるかもしれないわ、うん、もちろん小さな部隊なのを気にしなければだけど。ミス・ナニーをここに連れてくるのはいい考えだと思う。あ、ケイト、行きたい？どうして行きたいんだ？冗談でしょ。マスフュージョンは原子力技術では最先端にいたわ。最近工業技術の進歩があまりないことを考えると、そこはもう宝の山のようなものじゃない。そんな機会を逃すつもりはないわ。うん、助けが必要だ。一緒に来てくれたら助かる。分かってくれてありがとう。必要な装備は何でも持ってフライトデッキで会いましょう。でも時間をかけすぎないで。これは一撃でインスティチュートを倒す絶好のチャンスかもしれないわ。ケイトは、ケイトは BOS が BOS に協力するのがダメなのか？ねえケイト、そんな目で見ないで。イングラム、できるだけ早くマスフュージョンを乗り越える必要がある。はい、ついていこう。日々の生活大変そうだね。これケイトは置いてった方がいいのかな。乗った。プリドゥエンに行くの？なんか大きなベルチバードに乗ろう。ベルチバードに乗ってマスフュージョンへ向かうと永久にインスティチュートと敵対することになります。実行しますか？なんで？それじゃあ
あれじゃないか。これできないじゃないか。ファーザーへの協力を続ける。時間が経てば解決できるのかな。いやーちょっとちょっと引き伸ばしてもいい？このアイテムが本当に2つの組織を決定する大きな選択になる。いやーどうしようかな。インスティチュートにいればインスティチュートの長になれるそう考えると、そう聞くとなんか悪くない感じがするけど、 BOS に協力すると多分パラディンぐらいになる地位で物事は考えたらいけないと思うけど、ある程度の、皆さんもすでに十分理解してると思いますけど、僕はこの仕事が最初から得意だったわけじゃありません。おというか、かなりひどかったね。お買い物のために来ていただいて、僕は物事の見方、人生の生き方を変えることにしました。はい、なのでこの機会に手を貸してくれたボルト居住者に感謝したいと思います。本当に感謝しています。はい、はい、それでは僕からの感想は今日はもう十分。早速音楽に戻りましょう。それリンクスポッツが恋に落ちることとは何かを歌っすごい感謝される。もうあれかな、あれかな、ボルト居住者はもう有名人かなそうだ、物を売りに来たんだ。ロボが24時間やってるはず。やっぱし。あ、お待ちください。私の。はい。ざっと見る時間はある。素晴らしい。ざっと見。どうしようかな。インスティチュート白衣、これは持ってるから白衣だけ持っておこう。あと弾を売ります。38、308も売ってしまって、 OK。 なんなら食べ物も売っていいんじゃないか。人造ゴリラの肉、これ確かクラフトで使えるんだ。ダイヤモンドシティサープラスならいつでもオープンです。じゃあ、友達が言ってたよそ者は臭いってでも全然臭くないね。それを言いに来たのかい。じゃあちょっと、そうだな、あそこ行ってみよっか。コンバットゾーンだっけ。コンバットゾーン復興してるかな。一応ケイトの故郷であるコンバットゾーン、いろいろ嫌なことも思い出しそうだね。でもしこれからインスティチュートや BOS に協力するんだったら、ケイトはちょっと離れた方がいいかもしれない。そしたら誰を連れて行けばいいんだ。パイパーは BOS に対してどういう考えを持ってるんだろう。インスティチュートが嫌いだってことは分かってるけど、多分二人ともレールロードに協力するのはね、好感を持つ行為だと認識しているんだけど、
ストロングをストロングの好感度を上げますか。ストロングはどうやって好感度を上げる。いるけど今は相手にしない。どうやって好感度を上げればいいんだろうね。結構ストロングと旅してきたけど、何をしても反感を買ったって出るからどうすることもできない。あえてストロングの好きそうなことをやればいいのかな。なんだろうね、ロックピックでさえ反感を買うからな。どう、何も変わらない。変わったのは死体がなくなったってことだけか。ケイトはどこに住んでたんだろうね。ちょっと支配人に話をしたい。おはよう。どうしてここに戻ってきたの。このムカつく場所が大嫌いだって。ごめん、知っているはずなのに。ごめん、トミーと話したかったの。この中も今はバカみたいに静かだ。自分の考えてることが聞こえんばかりにね。これ以上進展はないのかな。ごめんケイト、帰ろっか。じゃあ今回はここで一旦区切ります。ちょっとまた考えていこう。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。